岩仙闘争は、セリカ岩仙闘争族の多年層。地下茎は細長い。茎は単一で直立し、高さ10から30センチメートルになり、枝を出さない。根室用は、長い傭兵があり、2から3回3では上腹用で、小葉は深く切り込む。茎につく葉は1個あり、普通根室用とは異なって、単無上腹用となり、右辺は、細い線形で切り込まないが、 稀に、根室用と同様に切れ込む。夏季は5から6月。茎先に、副産系果樹を1個つける。花柄は細く糸状で10から20個あり、小花柄は2から3個あって短く、白色の小型の五弁の花をつける。花弁は平たい卵型、学士片は目立たない。果樹の下の双方片はなく、小果樹の下の小双方片は少ない。湯髄は5個あり、回脂肪がある。 果実は卵型で、長さ2ト、mm、ルになり、無毛。分け下の横断面は、円形となり、下皮は薄く、高市場は細く目立たない。床は細く、文化の表面側の、角、蝉溝下に一個ずつ、文化が接し合う、合成面に二個ある。日本では、本州、四国、九州に分布し、三山の木陰の湿った岩場や苔状などに生育する。世界では、 朝鮮半島、中国大陸に分布する。和名、岩戦闘層は、岩戦闘層の意で、どうか、戦闘層俗戦闘層より宮山に生え、岩の割れ目などに生えるので言う。ありがとうございます。